グランディスは三菱自動車工業が生産、販売していた常用型ミニバンである。2003年5月のデビューであるが元となったシャリオシリーズから数えると4代目に当たる。日本国内向けは2009年5月で販売終了となった。シャリオグランディスの後継者として登場。エクステリアやインテリアなどには日本独特の美をイメージさせる曲線が多く用いられた。 イメージカラーは藤の花をイメージしたミディアムパープルメタリックであった。デザイン開発の葬式にはマイバッハやスワルの二代目、レガシーのデザイン開発に携わった同社のデザイン、本部長であるオリビー・エブ・ーレイが参加した。なお、この車の一部はコルト及び六代目ランサーのデザインのモチーフとなっていた。パワートレーンはシャリオ・グランディスと排気量は変わらないものの、 同時期の三菱車に搭載されていたグディエンジンではなく新開発のマイベックエンジンが搭載され 4WD 車は装備としては3列目座席における床下収納機能が左右独立化され自動車で初となるタバコ臭などの匂いを吸着分解する消臭加工をインテリア天井材に採用メーカーオプションではグレードを問わずエクステリアスタイルや インテリアスタイル及び貴重色、乗車定員などを自由に選択できるポルトで先行採用されたカスタマーフリーチョイスが設定された。環境技術については排気ガスにおいて国産車で3列シートを有する乗用車型3ナンバーミニバンとしては初めて超低排出ガス認定車種となった。2003年に発表されたダイムラークライスラーと共同開発した。 燃料電池自動車はグランディスがベースだった。回セルの技術を取り入れ、バラードパワーシステムズ製燃料電池と最高出力 65kW のモーターを搭載した。しかし、車両重量が2トンに及び、また水素ボンベの関係で、サードシートをなくし乗車定員は5人に減少。経済産業省主導の水素燃料電池実証プロジェクトにも参加したが後に撤退した。 発売当初、月間3000台の販売台数を計画。広告では、デザインの美しさを全面にアピールしたものの、期待したほど受け入れられず、販売につながらなかった。好みが分かれるスタイリングや、競合車種の登場、そしてよく2004年の三菱不走リコール隠し、問題も追い打ちをかけ、厳しい販売状況となってしまった。 日本向けの生産を終了する2009年春頃には、日本でのステーションワゴン型、L クラスミニバン市場自体がしぼんでおり、月版わずか30数台という惨憺たる状況であった。しかし、逆に個性的な外観が海外市場では受け入れられ、欧州やタイでは権威ある賞を受賞するなど海外では根強い人気を持つ。また、 ベストモータリングのミニバンでサーキットを走る企画では、オデッセイに大きな差をつけて優勝した。ありがとうございます。